皆さんこんにちは。高橋海人さんと有村架純さんの熱愛が報じられましたね。高橋海人さんと有村架純さんは2020年のドラマ共演から恋人になり、すでに交際3年目、さらに同じマンションにも住んでいて半同棲状態です。かなり結婚に近い様子がうかがえますが、なぜ今の時期に熱愛が報じられたのでしょうか。ファンの間ではいろいろな憶測も飛び出し、有村架純さんの妊娠説、高橋海人さんの退所説などざわつき始めています。今回は高橋海人さんが有村架純さんの妊娠で結婚を2024年にするため、今回の熱愛報道を先に出させた疑惑、高橋海人さんの退所説も解説していこうと思います。ぜひ最後までお付き合いください。高橋海人さんと有村架純さんは2020年から熱愛が報道されていました。ドラマ「姉さんの恋人」で熱愛に発展していったようです。高橋海人さんはドラマ共演の時、有村架純さんへの思いをこんな風に語っていました。現場に有村架純さんが来られるとどう変わると問われた高橋は、本当に変わります。架純ちゃんが来た瞬間みんなメロメロになってると告白。続けて架純ちゃんが駆け抜けていくシーンなんですけど、架純ちゃんがへへって笑ってたのを見て、スタッフさんが可愛いって有村の笑顔を受け、撮影中に声を漏らしたスタッフがいたことを暴露。高橋はいや漏れてるやんと突っ込み笑いを誘った。高橋海人さんだけではなく他の共演者もメロメロになっていたので、姉ちゃんの恋人の時からベタボレなんですね。匂わせもなく交際3年という期間を隠し通せたことはプロ意識だと言われていましたね。しかし熱愛を報じた週刊誌は女性セブンって旧ジャニーズ事務所のお抱え週刊誌です。最近の熱愛だと文春から出ることが多かったですし、お抱え週刊誌だと旧ジャニーズ事務所が握りつぶしていました。なぜ今このタイミングで熱愛が報じられたのか。それは有村架純さんと高橋海人さんの結婚が近いからだと考えます。ネットでは有村架純さんの妊娠説でざわついています。有村架純さんが妊娠し突然の結婚発表だとファンを驚かせるので、熱愛を一旦報道しておき、2024年に結婚へまっしぐらではないかというのがファンの見立てです。なので2024年に結婚発表があるのではないかとファンの間では戦々恐々しています。しかし今現在では有村架純さんの妊娠は分かっていませんが、そうささやかれる理由は9つあります。 1. 熱愛報道のタイミング。高橋海人さんと有村架純さんの熱愛報道のタイミングに違和感を感じる声が多く上がっています。あえて今熱愛を報道してほしかった、今でなくてはいけない理由と探っていくと、有村架純さんの妊娠説が有望となると言われています。 2. ツーショットがないのに事務所が否定していない。ツーショットの写真がないにもかかわらず否定する気配が全くないのは、有村架純さんが妊娠していて結婚する流れがすでにできているという意見が多いようです。 3. 高橋海人さんの時期が今ではないはず。高橋海人さんが所属するキンプリといえば本当に大きな動きがあったばかりです。平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが脱退。キンプリは高橋海人さん、永瀬廉さんの2人体制過渡期を迎え、新たな体制を迎えたキンプリにとってとても大事な時期であることは言うまでもありません。大変な時期に支えてくれているファンを思うと、熱愛報道の発覚時期として最もタイミングが悪いとも言われています。しかしあえてこの時期に有村架純さんとの熱愛を発覚させたのは、妊娠という紛れもない事実があったから仕方なかったという判断なのかもしれません。 4. 占いが当たっている。2022年11月28日に突然ですが占ってもいいですか。 2. 出演した有村架純さんの占いの結果です。当たりすぎて怖いと言われている星ひとみさんの占いをもとにしても、有村架純さんと高橋海人さんは結婚するのでは
と言われているようです。5. 脱退しなかった理由が結婚。高橋海人さんがキンプリを脱退しなかった理由にも有村架純さんとの結婚が含まれていたのかもしれません。安定を選びたい、海外志向ではない。高橋海人さんはすでに結婚の意思を固めていて、挑戦よりも安定を選択するためジャニーズに残ることを選択したのかもしれません。6. 年明けは大きなニュースがある。毎年年明けには大物芸能人の大きなニュースがあることが多いです。有村架純さんと高橋海人さんもその時期を予測しての熱愛報道だったのかもしれません。 7. 交際期間まで示すのは意味不明。今回の交際報道では交際期間が3年に及んでいることも報じられました。スクープでもないのに律儀に交際歴まで。そのおかげで過去の高橋海人さんのコメントが全て有村架純さんに捉えられて大炎上していたくらいです。例えばバラエティ番組坂上動物王国での一コマ、そうですそうです、毎日チューしたいです、毎日どころの騒ぎじゃないです、彼女が動けばチューしたい、当時可愛いと言っていたファンの気持ちを返して、全て有村架純さんへの気持ちだったのね。これだけ大物同士の交際を律儀に交際期間まで報道するのは、結婚するにふさわしい期間の交際を経てますといずれアピールするためなのかもしれません。 8. 有村架純さんが30歳の年。有村架純さんは2023年に30歳を迎えています。子供は授かることができるのであれば絶対に欲しいですね。そう考えると理想の年齢は30歳くらいになるのかな。その時になってみないとわからないですと前置きしながらも、育児に専念したい、家庭を第一に考えたいと思うかもしれません。有村架純さんは結婚願望や出産への憧れが強く、30歳くらいに子供が欲しいということを話していました。 9. 高橋海人さんの父の手紙。高橋海人さんのお父さんからの手紙も孫を心待ちにする父親に気持ちが現れていて話題となっています。パパが元気なうちに孫とキャンプに行きたいので、早く結婚しても許されるようなスーパーアーティストになれよ。2023年4月9日に放送されたトークバラエティ番組おしゃれクリップで、高橋海人さんのお父さんがご本人に送った手紙の一文です。すでにこの頃高橋海人さんは有村架純さんとの交際は2年以上になり、有村架純さんと同じマンションに引っ越しも完了していました。早く結婚しても許される、このお父さんのメッセージは有村架純さんとのことを分かっていて触れた文言ではと言われているようです。すでにご家族も公認の中である可能性は高いですね。過去に有村架純さんは力士との熱愛報道がありましたが即座に否定しています。今回の熱愛報道について事務所から否定しないということは交際を認めているという認識で間違いないでしょう。もともと退所が近いのではと言われているキンプリの高橋海人さん、このタイミングでお抱え週刊誌が暴露したということは事務所側が守っていないことになりますよね。そのため事務所と何らかのトラブルがあったと考えてしまいます。キンプリ崩壊に一番抗っていたという話もあり、現在のキンプリとしての在り方に疑問を持っているのかもしれません。それが高橋海人さんの退所説につながったのでしょう。そして有村架純さんと高橋海人さんの結婚発表はいつになるのか。2024年年明け元旦に発表。あくまでも推測の域を出ませんが、有村架純さんと高橋海人さんの結婚発表は2024年元旦ではないかという声が多かったです。有村架純さんの妊娠の可能性、有村架純さんの大河ドラマが終わった、高橋海人さんのキンプリのツアーが終了した、熱愛報道で流れができているなど、タイミング的には2024年の年明けに発表される可能性は十分にありそうですね。いかがでしたでしょうか。高橋海人さんと有村架純さんの3年間に及ぶ熱愛の突然の発表はお二人の結婚を急いでいるような気もしますね。近いうちにおめでたい発表がされるかもしれませんね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。